はいどうも、のびりおてギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、自分の利き手じゃない方の手で絵を描いたらどうなるのっていうことで今回は描いてみたいと思います。僕の利き手はですね、右利きなので、今回は左手で絵を描いていこうと思っております。実際ね、左手で僕絵を描いたことはないので、ちっちゃい頃ならさ、みんなもね、経験あると思うんですけども、自分の利き手じゃない方で文字を書いたりとかしたことあるんですよね。まあそれぐらいなら僕もあるんですが、もう一つの絵、一つの作品をですね、僕が左手のみで書いたことっていうのは一度もないので、本当に僕もですね、未知との遭遇でございます。だからですね、もうこの動画っていうのは本当にね、なんだろう、ある意味もうターニングポイントじゃなくて、ある意味ターニングポイントじゃなくて、わかんないけども、まあターニングポイント並みのね、もう本当になんだろう、未知の遭遇というか奇跡的なね、動画になるんじゃないかなと正直思っております。まあね、左手で書いた時でどうなるのか正直わかんないですし、まあ実際書けるかって言われたらね、まあ何かしらの絵は書けると思うんだよね。なのでちょっと僕も書いてみて、なんかね、利き手じゃない方ね、まあ左手で絵を書いてみたら脳にもいいとかよく言うじゃないですか。左手も使ってね、やってみるといいよっていうのを聞いたりもするので、実際そこはどうなのかっていうの僕も絵を描いてみて確かめていければなと思います。ではね、もう早速ですが、皆さんと一緒にですね、今回は左手で絵を描いていきたいと思います。どんな世界になるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。皆さんも自分の利き手じゃない手でですね、絵を描いてみてはいかがでしょうか。では皆さんと一緒にチェックチェック、左手で絵を描きます。ズドーンズドーンズドーン、バイバーイ。ということでね、今回このような形でですね、自分の利き手じゃない逆の手、左手でですね、絵を描いたらどうなるのってことで、こうなりました。いかがでしょう、皆さん。やっぱりですね、左手で描くと終始ですね、手がプルプルした状態でですね、絵を描くことになりまして、綺麗にね、線を描くことはできないんだよね。まあ、遠目で見ていただければですね、僕の絵っていうのは右で描いても左で描いても、まあ、似てるっちゃ似てると思うんですけども、よくね、見ていただけるとですね、ちゃんとね、まっすぐ線が一個も引けてないんだよね。そしてですね、あと丸っていう部分も綺麗に円を描けてないっていう部分があるので、やっぱりそこはですね、まあ、25年間右でね、絵を描いたり、文字を描いたりしてるっていうね、まあのがあったりとか、左手で初めて描くっていうのにはこんなにも差があるんだなって正直思いました。そしてですね、まあ一つ収穫があったなって思うのはサインの部分でございまして、まあ、実際サインはですね、左手で描いた方がなんかサインっぽいなっていうのを正直感じましたね。これはもしかしたらね、取り入れる一つかなって正直思っております。まあ実際このような形でですね、まあ一人の人間を描かせていただいたんですけども、左手で描く分にはですね、なんだろうな、やっぱり慣れてない分ですね、めちゃくちゃ時間がかかったなっていうのが正直なところありますね。自分が思ってるように描けないのと、色を塗るのもですね、まあ、このね、黒目の部分でそうなんですけども、塗るのにもめちゃくちゃ時間かかるんですよ。やっぱり右だとですね、シャー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 って塗れるんですけど、左手だとですね、自分でうまくね、動かせないんだよね。まあ、そこをですね、まあ、練習すればきっとですね、左手で絵を描くのもできるんじゃないかなとは
と正直思っております。またですね、まあ、左手で絵を描くときもあるかもしれないので、その時はですね楽しみにお待ちいただければなと思っております。まあ、今回はですねこのような形で利き手じゃない左手で絵を描いてみたらどうなるのってことでですねやらせていただきましたけども、今度はですね右手に1本左手に1本ということで計2本ね同時に絵を描いてみたらどうなるのっていうのをですねちょっと検証してみようかなと思っております。ぜひそちらもね楽しみにお待ちいただければなと思います。ということでですね今回はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひ明日もお待ちください。バイバイ。ありがとう。今日はなんか暑いみたいですね。皆さん暑いので、まあ熱中症、まあもう熱中症始まるかもしれないので気をつけていただければなと思います。では皆さんまた明日。バイバイ。 Thank you. ありがとう。